短いもんね、この配信。13日。あれ？次の時間も書いとこう。次23日だよね。何時から。私は無事コメディア、あれ113時までって、待って、あのすごい5時がちあれ道消さなかったっけ、英語になってちょっと待って、無理無理、113時って何、23時、5時ってしまって23時から、はい13時までです、13時5時って5時って願望は何、3位でダジャレできる、約おめでとう、難しいよ夏目さん200回目の方もありがとうございます、たくさんありがとう、待ってね、今日のお昼ご飯は12時半からですかもういいの、昨日5時にして夜ご飯1回そんな書いた記憶なかったんだけど、ハロワンさん、レバさんありがとうございます、ありがとう、こんにちは、おおめたまー、キョンさん300回目の方もありがとうございます、たくさんありがとう、あえてね、うん、ヤセさん花火ありがとう、ありがとうございます、たくさんありがとう、あえて4位だ、3位の方もお姉さん始めたのかな、こんにちは、あんたもヤスさんファンレベル38、ありがとうございます、スペースランドウェイさんファンレベル21、ありがとうございます、ありがとう、夏場の方ありがとう、こんにちは、ブブさん寝てる、キラボス100回にありがとう、ありがとうございます、約束通りイベント終了か6位下になるまで私で封印しますできるかこんにちは、お疲れ様です、お疲れ様、こんにちは、マイパルソンファンレベル26、26じゃない16間違えた16、ありがとうございます、ありがとう、ケイちゃんさんレインボーさんありがとう、ありがとうございます、ゾーンの方2度目の方ありがとう、こんにちは、よこんにちは、たまんたまんたまん、こんにちは、みのみのないしな私、うん、画像だもんこれ画像だもんこれ、こんにちは、だもん、いいよ、ブブさん、ブブさんさっきの言ってた、今井さん食べてる、なんだよ、こんにちは、だもん、すごいカリカリ言ってる、いい音じゃあ、こんにちは。皆さん、とうに気づかれないと、お前からありがとうございます。言ってよ言って皆さん、これ、花火タワーってことだよね。昨日もそうだよね、絶対に。ちょっと昨日のやつ、夜配信で、エンジェルクマのやつだよね。あ、ちょっと、これなんだっけ、花火の名前。ちょっと待って。一尺玉、一尺玉か一尺玉か、一尺玉とはありがとうございます、ヤスさん一尺玉とはありがとう、ね、どれだっけ、テキストこれか、ヤスさん、一尺玉、
ありがとうございます。ヤシさん、一尺玉とは、あれと、ゼロ配信の時に書きます。許可たまず383人、ブルースさん。今月もありがとうございます。ありがとう。こんにちは。おみつと言ってくださいよ。言ってくださいよ。タナチャンサファンレベル11、ありがとうございます。ありがとう。まあ、一家さん、300回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうございます。かにちゃん、ありがとうございます。こちらこそ。ありがとう。ありがとうね。こんにちは。どうもゆる配信の時に買ったね。昨日のやつ言ってくれないから。わかんないよ。今日考えてます。ありがとう。いつもの方ありがとう。こんにちは。どうもカラちゃんさん、200回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうございます。こんにちは、どうも。こんにちは。ダジャレ封印期間ですが、夜間ゲームまでの寒暖を見守っています。キュできるかな？今383人。今週中に400人はいけそうだね。あと17人でしょ。多分いけると思うけど。さあ、どうでしょう。こんにちは、どうも。おはようございます。キャラクターありがとう。ありがとうございます。ありがとう。こんにちは、どうも。コロちゃんさん、ファンレベル19。ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。チャオ。お疲れ様です。お疲れ様。お腹空いちゃった。どうでしょう。ニードエンジェルクマか、昨日言ってよ、本当に言ってよ、わかんないよ、ちょっと夜帰ってくれ言ってよね、本当何ブブさん、ブブは多分言ってるわ、無視してるけど、ご飯食べて満足してます。ブブさんはうん、ランクアップ3位、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。こんにちは、どうも。お友の方ありがとう。600人必達。さあ、どうでしょう、600人。今んとこ387人。3だっけ？ちょっと出ちゃった。ですね。こんにちは、どうも。あと17人で夜間系。じゃあ、あと17人で、400人。600人よ。夜間警備は。だからあと217人。こんにちは、どうも。Don't miss it. どういうこと？ご飯食べて満足深いでしょ？ミュさんね、いつもね、起きた時はすごい慌ててくんだよ。ご飯くれって。やせようとしたらすごい顔をこう。すりつけてくるっていうか手にすごい甘えてくんの、かわいいね。でもそれはご飯が欲しい時ぐらいかわいいね。だから朝が一番かわいいです、ブブはね。ブブよし、こんにちは、のもそう、一番かわいいです。何で落としたらね、ご飯が欲しいからすごい甘えてくる。で、ご飯あげようとしたら、私が移動したら走ってくる。かわいいから。朝が一番。今日はお腹空いてるから。こんにちは、どうも。どうも、どうも。こんにちは、どうも。やほー。ブブのピーク多分見れんやん。どういうこと？ブブ調子いい？ブブさん朝が一番危険じゃん。あわいてくるか。
分かってるからな。クニちゃんの。そしたら餌もらえるから、朝、朝ってか昼か、うん、うーはお昼と夜にご飯あげてて、そうだからね、うん、配信前が一番目で、配信の前ぐらいにあげてんの、あのお昼ご飯。こんにちは、あんたも。お前さん、たくさんタコの花火ありがとうね。タコ花火って言うんだ、これそのまんまだ。あ、もうすぐフォロワー3000人、私あと7人いいじゃん、フォロワーを。こんにちは、あんたも。初見さん、コメントありがとう。こんにちは、現金のブブブブさん、かわいいでしょ。おそみです。なんでそれ、朝寝てる、朝ブブ、私も寝てるよ。ブー、タウサイに餌あげた。逆よ。なんでブーから私が餌もらうの。カニちゃんの、めっちゃお腹すいた。お腹すいた。こんにちは、だまーん。みんなお昼ご飯食べました。こんにちは。ブーさんがお腹すかしてるぞ。ブーなんか持ってこい。なんか持ってこない。ブー、ちょうどキッチンの方行ってる。何してんだろうな、ブーさん。唐揚げ定食作ってくれる、揚げ物できるの、ブーさん。天才じゃん。天才なの、ブーさん。甘辛鶏唐揚げのパスタサラダ食べ、甘辛鶏唐揚げのパスタサラダ、それ美味しいよね。私の好きなやつだ。あと豚しゃぶのやつも好きよ、パスタサラダセブンの。こんにちは、あんたも。ブブ、ラーメン、ラーメンチャーハンセット一つ待ってる。ブブ、何でも作れんの、すごいな。こんにちは、あんたも。お、なに、お待って猫舌飲んで揚げ物できるのか。天才だから、おさあら、おーってキョロキョロしてる。こんにちは、どう、チンジャオロース食べた、いいじゃん、おいしそう、もうお腹空いてるから。いいね。こんにちは、どう、あつもの方ありがとう。こんにちは、飼い主に似た、どういうこと、ロースさん自分あげたんだね。怖いよ。こんにちは、どう、こんにちは、やっほー。よいしょよいしょ、たまたま。なんかさ、この、はい、なんだっけ、あの、V スポのシールもらうのにさ、あの、ハイチュウを3つ買わないといけなくって、なんか、V スポのハイチュウ2個買って、もう1個を青リンゴのハイチュウにしたの。青リンゴ入っちゃう、久しぶりに青リンゴ食べたくて、青リンゴ好きだから食べたくて買ったら、なんかさ、なんか中にさ、シャリシャリのやつ入ってて、なんかちょっと変わってた。なんかシャリシャリだった。頭の方、二度目の方ありがとう。こんにちは。あの、あれもやったんだよね、シャインマスカットをハイチュープレミアム。でもちょっと前回それ買ったから、パーリングにした。ねえ、チューしよう。あ、やっちゃった。初音の方、二度目の方ありがとう。こんにちは、どう、1233、100回目の方はありがとうございます。たくさんありがとう、あいて。こんにちは、どう、こんにちは、やほー、どうもどうも。砂が混入してた。ちドグリングでもないよ。じゃあ、そういうやつなんかシャリシャリって書いてあったよ。そう、なんか思った以上にシャリシャリでびっくりした。なんかちょっとシャリシャリなのかなと思ったら、なんかそのシャリシャリのやつが結構いっぱい入ってた。
こんにちは、どう？ちら、こんにちは。スナック購入してたら大問題。ヤスさん、審査員に揺られてるようだって。やばいよ、ヤスさん。気をつけて。二度目の方、ありがとう。こんにちは。熱中症怖いですよね。ゆっくり言わないからな。こんにちは、どう？シャリシャリのリンゴの配置も美味しかったよ。なんか思ったよりシャリシャリだったけど、想像してたより結構シャリシャリ。こんにちは。たまたまお腹空いちゃった。はしまったらなんか食べよう。みんなキラボシありがとうね。ありがとうございます。次の枠23時からじゃん、夜配信が。だからそれまでに配信できそうだったら今日ツイッチやるつもり。今日というかこの1週間はできそうだったらツイッチやろうかなと思ってます。こんにちは、どうも。よくできた料理。皆さんどっか行った？どっか行きました？あ、ゾムの方ありがとう。こんにちは、どうも。こんにちは、やっほー。よいしょ、どうもたまー。ゾムの方ありがとう。こんにちは。おじさん、どういったんだろうね。キッチンに戻ってたのか。あ、ゾムの方に、どうもの方ありがとう。こんにちは。ブブブさん、なんか扉開けてさ、私がキッチンの方とか行ってたらさ、ブブさんに来てもいいよみたいな感じでキッチンの方行ってたらさ、あの部屋とキッチンはね、廊下のさ、扉のなんか扉のとこで寝たりするんだ。扉なんていうその扉のところ間でこっち見てる。それでだからキッチンでなんか料理してたらキッチンの方来て寝たりとか監視してくる。また扉のとこで寝てる。ブブさん、こんにちは、どうも。初音の方、二度目の方ありがとう。お、プロストソーダたくさんありがとうございます。こんにちは、どうも。あげるが僕、僕にはないのよ。買ってこなきゃね。ないんですよ。こんにちは、どうも。審査員さんにタムの演武力を披露するんですね。わかります。先生さんも来てくれるかな、ツイッチまで。宇宙美習慣ってことで、ツイッチは夜間キビしてください。600人達成じゃん。夜間キビ。ダメだよ。こんにちは、どうも。こんにちは、やっほー。どうも、どうも。おはようございます。おはよう。あ、ツアムの方ありがとう。こんにちは。でも、もう早い時間が。もうあと10分ぐらいじゃん、配信。30分あっても。僕や好きが。僕や。僕や好きなのか。猫舌が、だからダメだね。暑い。止まる。扉の見張り番。あ、そういうこと？扉の番前。こんにちは、どう？ケチ？だって600人って不足じゃん。ダメですとか。まだダメです。でさ、あとあれなんだよ、扉閉めてさ、その廊下の方私が出ちゃうとさ、扉開けるときにブブが扉の前にいたりするんだよ。嫌がらせを受けるブブから。扉開けたらブブがいるみたいな、ゴンって当たっちゃうみたいな。わかんないから。やめてよ、ブブさん。あ、ゾウの方ありがとう。こんにちは。キジマイため残念ながらツイッターのダジャレ雰囲気感と、ツイッターのダジャレ雰囲気感のできんのか。今日も切れてない。そうだよね、よかったよかった、今日切れて。こんにちは、どう。ブブは何くらい、ブブはゼロからや、ゼロから。お父さんと一緒だ。タウと一緒ということ。あ、ゾウの方ありがとう。こんにちは。
あ、ブブさんは魔性の猫ですが、魔性どう書いた、とらけたらブブがいる、いい言葉です。ブブが言ってね、当たっちゃったりするの、でも汚れです、するから。こんにちは、と初音の方ありがとう。どうも、こんにちは。禁断症状出ます。怖いよ、肉切りますよ。ダジャレなしで多分笑わせる自信ないけど。弱すぎる。ダジャレにめっちゃ自信あるじゃん。はじめまして。違うでしょ。初見にゃん。初見にゃん。違うでしょ。こんにちは、どうも。お腹すいたろ。お腹すいた。お腹すいた。足元なんか食べる。イベント頑張ってる。ありがとう。頑張るよ。こんにちは、どうも。こんにちは。やっほー。よいしょ。頭の方ありがとう。こんばんは。こんばんはじゃない。こんにちは。禁断症状出てもコメント打たなければセーフです。やばい。禁断症状出ちゃうかもしれん。びっくりしたからって言っても踏んだらダメだ。踏まないよ。踏まない。でも、あら、うん、動いてきそう。こんにちは、でも。始めました。何を始めたんだよ。何をだよ。こんにちは、どうも。ニョースさん、たくさんありがとう。タコ花火。ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。ペヤングの海で泳ぐ夢を見ました。どんな夢だよ。どんな夢だよ。ペヤングの海。泳ぎづらそうだな。チェノさん、300回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。配信時間2時間。え、そう、短く感じる、めっちゃ。1日2時間だから。そう、めっちゃ短く感じる。こんにちは、どうも。どうも。いつも、2時間半から3時間ぐらいはしてたよね、毎日。だから、短く感じちゃう。来週は初見日かダジャレ日でお願いします。ダジャレ日って、初見日もダジャレ日もないですから。どんなイベントですか。2時間で7200秒か。確かに。そう言い換えたら、まあ、長く感じるかも。よかった、まず384人。ポンさん、今月もありがとうございます。ありがとう。こんにちは、どうも。燃えでもピアンが絡みつくんです。嫌な海。嫌な海。ヤンセさん、リモスターありがとう。ありがとうございます。たくさんありがとうね。ありがとう。イベントが初見ですしかないよ。どんなイベントだよ。配信しづらいよ。ピヤング飲みで泳いだり痛そう。私、激辛ピヤングだったらやばいね。痛いよ。嫌だ。たくさんありがとうね、ヤスさん。ありがとうございました。ありがとうございます。リンボスタタワーだね、これ。ヤスさん、リンボスタタワーありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ヤスさん、リンボーしたとは。ありがとう。ありがとう。あとね、こんにちは。もブブさん、私の椅子のとこいた。こんにちは。も文字出た。文字出したよ。タロマンさん、たーまやん。ありがとうございます。ありがとう。こんにちは、どうも。とりあえず疲れました。ピアノが絡みつくので。お疲れ様です。やだな、夢で疲れるの。お疲れ様です。激辛ピアノじゃなかったので痛みはなかった。あ、それはよかった。夢だから大丈夫だよ、激辛ピアノ。初音の方に、ダメの方ありがとう。こんにちは。こんにちは、どうも。ブブコレでタモネ。ブブコレで多分の餌を買ってきなさい。
何ブブこれって。あ、ブブこれでか、ブブこれで多分ね、そう、買ってきなさい。できてくれるか。嬉しいですね。出たいって言ってる。こんにちは、どう？また椅子の足枕にしてる。枕ってなんかね、椅子の足に前足をかけて座って寝てんの。ちょっと変わっちゃうね。辛いの得意ですか？めっちゃ辛いのは多いだけど、なんかめちゃくちゃ辛い、激辛みたいなやつは無理だけど、ちょっと辛いぐらいのはいけるよ。好きだよ。全部ツール買っちゃった？やめろよ。やめろよ。テレパス？どうぞ。ブブタムズニャ、ブブタムズ。あー、そんなのないです。僕一番気に入ってる。確かによく寝るときこっち顔来る。そう。コロンありがとう。ありがとうございます。ありがとう。よいしょ。よし。よし。どういうことだ。よし。よし。よし、中国語にしなくていいの。ウーニャおめぐりマジキよ。ウーニャおめぐりできないやつ、外出せない。ブブさん、あんまり病院とか以外で。おお、外に出した瞬間てか玄関にさ、ペットキャリー入れて玄関ついてた瞬間口呼吸が始めちゃうから、ブブさん、あんま出せないよこれ。二度目の方ありがとう。こんにちは。ストレス感じちゃうからすぐ。57分か。いや、そろそろ。13位から。ランキング読みますね。卒業公演のドレス、アバターかい。え、でしょ？そう、これ書いてもらったやつです。めっちゃ可愛いんですよ。よかったら使ってください。じゃあ、13位から読みます。13位。ああ、なんちゃもない。クル、クレーシングさん。クレーシングさん。あいまに言っちゃった。アットワークミューティーさん。ありがとうございます。12位、スペースランナメさん。ありがとうございます。読み方がわからないね。ちょっと誰か読めるかって言って教えて。11位、中身さん、ありがとうございます。10位、ブルーズさん、ありがとうございます。9位、アリーさん、ありがとうございます。8位、ワイパルさん、ありがとうございます。7位、ライチさん、ありがとうございます。6位、シンディさん、ありがとうございます。5位、アベシさん、ありがとうございます。4位、ティーさん、ありがとうございます。3位、ケイちゃんさん、ありがとうございます。5位、フロマンさん、ありがとうございます。そして1位が、ヤースさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。あ、クルージングさん、クルージング、13位、クルージングさん、ありがとうございます。読めなかった。これね、難しい英語。ありがとうね、教えてくれて。初詣の方、二度目の方、ありがとう。こんにちは。アヒル配信ありがとうございました。ちょっと30分枠で短めだったけど、土曜日まではとりあえずこの時間で30分やるつもりで、1時間半を23時からやろうかな。土曜日まではとりあえず、もし時間変更があったらできるだけ前日までにお知らせします。でもとりあえずはこうやって土曜日まで、日曜日はまた考えなきゃね、配信時間。次の夜ご飯もお願いし、いいね、ご飯ですね。いいですよ。おやすみなさい。この後もう一回寝ますからね。次、結構開くから時間。10時間開くから。めっちゃ開く。まあ、できそうだったら通知やります、間で。その時も、ファンルームと755でお知らせしますね。早いね。30分あっという間すぎる。じゃあ、お仕事ある方は頑張ってね。頑張ってください。ちょっと見てないけど、あ、そうそう時間だ。じゃあまた夜配信で。ありがとうございました。こんばんは、どうもー。
あつおさんファンレベル15、ありがとうございます。ありがとう。お疲れ様です、お疲れ様。こんばんは、どうも。あら、6位と。強い、みんな。こんばんは、どうも。やっほー、こんばんは。よいしょ。どうも。こんばんは。すみさいさんファンレベル16、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。初見です。違うでしょ？こんばんは。今日もかわいいよ。ありがとう。ね、こんばんは。かわいいマリカ。かわいいよね。この鏡。お色顔部作ってくれなかったよ。そうだけどさ。キクさん300回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。はい、ね。あと、ジントさん、リンボスター、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。他が可愛い女の人だ。ありがとうね。ありがとう。今日またね、病院連れてきたのよ。その、去勢手術したからさ、経過なんていう、観察みたいな感じで。もう一回連れて帰らなきゃで。ついて行ってきたんだけど。ブーさん、今日ついてくれたけど。すごい上見ながら寝てるわ。かわいい。大変だった。入ってくれないのよ。もうなんか、おもちゃで、ペットキャリーの、リュック型のキャリーでさ、ペットキャリーで。そこまで連れてったら、なんか感づいちゃって、これ入れられるみたいな。おもちゃで置き寄せるまでよかったのよ。近くにね、行った瞬間、気づいちゃってね、追いかけて、捕まえて入れた。入ってくれないから。ね、ブブさん。どうしたの？ある気持って。また来週行かないといけない。もう一回。皮膚の検査してきたのよ。一応しとこうと。だから、来週持って帰ってきて。いるか？どうしたの？近くに来て。待ってほしいのか。ファンレベル16、ありがとうございます。ありがとう、こんばんは。あつもの方ありがとう、こんばんは。とか言っちゃった、ウブさん。今日あとあれ買ってきた、ファミマ行って、あのインゼリーの2個買ったら V スポのクリアファイルがもらえるの1個、クラモちゃんゲットしてきました。でもしまっちゃった、向こうにクリアファイル。インゼリーずっと気になってたね。インゼリーのなんかラムネ味のやつ買ってきた。ラムネと、あとなんかビタミンみたいな。ずっと味気になって、ラムネの味のもの好きだから。それ買ってみた。フェイさんファンレベル17。あと、虹色の空さんもファンレベル15。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ブーちゃんつい、ブーちゃん去勢手術したから、経過観察で今日連れて行かなきゃいけなくって。1週間後？今日ちょうど1週間後だから。それで連れて行ってきたの。シンディさんファンレベル12なんだけど、きっといいんじゃないかな。ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。こんばんは。どうも。何にインしてるゼリー、インゼリー、何にイン、むずジュース。あれ、何どうって言ったやろ。好きな、あ、そう、好きな、そう、好きな、なんか V スポのメンバーのやつもらえる。ハイチはね、ハイチは今日買ってない。ハイチこの前買ったから、アカリンとクロミちゃんここにある2つあるから、欲しかったの2つゲットしたから。とりあえずクリアファイルはみんなのやつだったんだけど、クロミちゃんゲットしてきた。アベさんファンレベル22、ありがとうございます。ありがとう、こんばんは。どうも。皆さんやっぱり病院は好きじゃなかった。あれ、皆さんどこ行ったの。スキャンの下ですね。うまみさんファンレベル16、ありがとうございます。ありがとう。2回読んでるかも、誰か。ちょっと分かんなくなっちゃった。
コメント遡ってたら。あまあまあ、ともーん。ラムネ味の、違う違う、インゼリー。ラムネ味のインゼリー。ずっと気になってて。でもインゼリーさ、飲む機会あんまないからさ。え、だから。お？インゼリーしてるわ。インゼリーっていう商品、あ、そうそう、インゼリー10秒チャージみたいな CM してない？あ、ごめん、椅子が、あ、椅子が外れちゃっててうるさかったね、ごめんね、テクオケしてまた逃げちゃったまあまあ、髪なんかして、髪、嘘、何もしてないよ、違う、いつもと、なんか前髪がさ長くて、いつもよりくるんってなっちゃってるかも、まあ、いた切らなきゃな、この前切ってもらったけど病院で変になっちゃった、変になっちゃった、ちょっと待って、よいしょ、長い、クリカこんばんは、どうも、昔のウィダーインゼリー、あ、そうそうそう、ほら、インゼリー、これです、なんか見込みてんの、なんか今日うまくいかないよ、はいはい、よいしょ、 OK、 こんばんは、どうも、多分髪伸びるの早い、なんかね、美容室でさ、美容院でさ、前髪切ってもらうとね、なんか、ちょっとなんか、前髪、美容室と乾かし方が違うからなのかな、なんか、思ったより長いんだよね。美容室ではちょうどいいぐらいに切ってもらうんだけど。だから毎回ね、行ってすぐぐらいに、1週間後とかに、切ってる、また前髪。かまわんとも。ルースさん100回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。はい。かまわんとも。乾かし方がなんか違うのかもしれない、美容師さんとわかるでしょ、なんか思ったよりなんか感じてね、ちょっとお披露配信の、やすさんいないよね、まだいるかな、ない気がするな、やすさん来たら書こう、病院だと足しがうまく、あ、だからかな、わかんないけど、なんかね、ちょっと長い気がするんだよね、毎回。チマとマーク、リンリーさん、ファンレベル18、マットさん、ファンレベル12、ありがとうございます。二人ともありがとう。あいたね。我慢は、どうも。うん。あれね、また、すぐ来てほしいから、長めに切ってるんじゃないかと思ってた。あ、そういうこと？で、毎回はね、自分で切っちゃう、毎回。前髪ってさ、結構伸びるのが早いからさ。前髪最高どこまで？目の、ぐらいまで、目の高さ、目の位置ぐらいまで、まあ、またすぐ切ろうこんばんは、どうも、前髪が伸びません、助けてください、前髪が伸びません、わかめいっぱい食べたり、きっとわかめ食べたら伸びるっていうじゃんこんばんは、どうも、寝てました、おはよう、こんばんは、どうも、どうもどうも、こんばんは、クマのだけ書いてこれやってさみます、よいしょ、カマン、カママン、わかめか、わかめ、え、いいって言わない、古い、ちょっと違う、しかも前髪って結構切りすぎって思う人いるんじゃ、前髪って結構切りすぎって思う人、どう、美容師さん、美容師さんね、毎回このぐらいって聞いてくれるんだけど、毎回、あ、もう少しってなっちゃう。難しいよね。いつもね、ちょうどいい長さに切ってもらってるはずなんだけど。切っ
ちゃ笑ってるはずなんだけど、なんか自分で髪の毛洗ってさ乾かしたら意外となく感じるんだよね。よいしょ、こんばんは、どうも、よかったむず385人、孫悟空さん、こんにちは、ありがとうございます、ありがとう、はい、こんばんは、どうも、初物の方ありがとう。あのわかめちゃん、どういうこと？わかめちゃん、わかめちゃんは食べちゃダメ、怖い、人食べた怖いぞ言ってること。うん、だから美容さん、あ、気を使ってちょっと長めに切ってるってこと？あ、そういうことそういうこと。結構難しい、そうだよね。まあ自分でちょっと半分に切ろう。ちょっと長い。こんばんは。でも髪を持ってたら短くカットされたこと。あ、前髪は少しあるかもね。なんか聞いてくれるんだけどさ、このぐらいってちょうどいいかなと思ったら意外と短かったみたいなことあるかも。女の子とかとか、まあ確かにね、前髪大事だもんね。確かに。こんばんは。でも何の佃煮食べて髪の毛黒くなりました。誰か試して。本当に？絶対嘘だろ。絶対嘘だろ。こんばんは、どうも。こんばんは。それそれ？え、そう。聞いてくれるんだけどね、毎回。難しいよ。このぐらいっていうのが。イラストさんの、あの、タワーのやつがいて、ちょっと待ってね。いつ来るかな？た時にすぐ出せるよ、ね、2時よいしょよいしょよいしょ、こんばんは。でも結構チェコに近い方がある。前髪確かに短かったらあれだもんね、まあ、長い方がいいか、短いよりかは。前髪向く方もほんと大事。あ、前髪向いてた、私の前髪もわかるかよ。こんばんは。の前髪は 0.5 センチくらいにしても 0.5 センチぐらい、短くない？そんなもんなのかな、男の人って 0.5 って短くない？もう坊主じゃん、坊主じゃない。こんばんは。どうも、前髪は大事よ、本当に。こんばんは。どうも、毎回前髪どのぐらい切るかも、え、わかる。難しいよね。こんばんは。まぁ、あ、ちょっと明日か明後日、今週中には切ろう。前髪ちょっと長いよ。結構今日クルンってしちゃったから、なんかいつもと前髪の感じが多分違う。毛先がクルンってなってる。おでこ出しな、あ、おでこ出しなの？前髪 0.5 センチって言ってもボンズじゃない？こう 0.5 でしょ、相当短いぞ。こんばんは。どうも、海坊主ということで坊主って、山のバスとして坊主にしてる、やだよ、坊主ですけど、なんかいいじゃん、坊主楽じゃん、頭洗うときに乾かすの。夏はでもあれか、暑いか、直射日光が頭に。あ、そう。よいしょ。これでいいかな。OK、出かけた。これで S さんが来たら、見せたらいいんだけど。こんばんは、とも。焼けします、頭。そうだよね。では、また坊主楽でいい。やだよ。坊主しない、私は。しません。伸ばしたい。こんばんは、とも。頭皮って意外と日焼けする。え、だよね。さっきやってるとき帽子かぶったりしてたまに。でも暑すぎてかぶるの嫌になって日傘だけにすることもある。日傘でなんて言うの？シャンプー読んじゃった。コメント読んじゃった。なんだっけ、あの、帽子。帽子って言いたかった。コメント見ながらさ、話してたから、わけわかんなくなっちゃった。なんだっけ、帽子かぶるの暑くて。日傘にすること。一緒に坊主にしよう、私はしないよ。ピンさん300回目のもありがとうございます、たくさんありがとう。こんばんは。どうも、誰がシャンプー減らないってね、そんなこと言ってない。そんなこと減らないなんて言ってないよ。こんばんは。どうも、坊
ポスターと笛、あ、そっか、もうそう、確かに笛がないから短いから、そこそね、確かに笛長い方が暖かいか、なくても寒いから、ポーズってめっちゃ寒そう。頭通すんしたら病院だよ。確かにね、自分で家にできるから、自分で家でできるから。こんばんは、どうもどうもどうも、うん、初見です、違うでしょ、違いますよ。こんばんは、よいしょ、んーと、リースするんかい、します。自問自答みたいになった人です。こんばんは、どうも、お疲れ様です、お疲れ様。許可たむず386に大野孝文さん、こん、あ、初めてだ、ありがとうございます、初めて、ありがとう、あいつ、あいつします。このルームで初めてか、あいつます。二度目の方ありがとう、こんばんは、二度目まして、あ、今日二度目ましてってこと、ありがとうね、来てくれて。こんばんは、どうも、初見です、違うよ、違うよ。初許可倒す。バチバチ。金髪見てみたい。金髪。いや、髪が傷まないんだったら一回ぐらいしてみたいけどさ。怖いね、ブリーチが。怖い、ちょっと。うん、小野高文さん。花火たくさんありがとうございます。ありがとう。ピンク見、ピンク前してたんだけどね。今飽きてやってないよ。腹3000、3000に超えてる私。そう。今。フォロワー、お、3003人、ありがとうございます、ありがとう、あいつね、ありがとうございます。じゃあウェルカムコメント変えなきゃな。ほら、何人目標にしよっかな。4000人にするか、次は変えて4000人にした。今更新しました。頭の方ありがとう。こう一発でいたもんね、あれ。そうだよね、ブリーチシルバー、シルバーも似合うかな。一回やってみたいけど、でもさ、痛むのが怖いからな。自分でバリカン使って頭買ってるから、17年ぐらい床屋払ってない。いいじゃん。節約。証券です。なんだよ、それ。頭の方ありがとう。こんばんは。どうも。おめでとう。ありがとう。ホラギャ配信来る？ホラギャ配信あれよ。あれでしょ、あの夜間警備でしょ、夜間警備は許可たむず600人だから、まだ足りません。まだです。見たピンクとかか、あ、私がピンク、ピンクブリーチなしのピンクやってた前、さっき2年ぐらい前かな、やってた気がする、やってたよね、ピンク。でもなんかね、飽きちゃった。チャキちゃんはよく色変え、あ、確かにそのイメージある。なんか、この前やってたよ、赤っぽい色。でも、ブリーチしてない。ブリーチはしたことない、私。痛むの怖くて。この前10センチくらい髪切ったから乾かすのが楽になりました。よかったじゃん。ブブさんが暴れてるわ。ブブさん。こっちで。ブブさん、何暴れてるの？暴れてたの、ブブさん。ブブさん、暴れてた。暴れたいね。気をつけろよ。昨日そっから落ちてたよ。こっちに行けない。よしよし。暴れるぞ、あれ。また暴れるぞ。変な歌詞もあるぞ、ブブ。ちょっとうるさいか。あつもの方ありがとう、こんばんは。よしかな、ブブの涙。かわいい服でしょ、ワンピース。ワンピース、ベージュみたいな色の、オフホワイトみたいな色。アルバトロスさん、ファンデベル16、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、どうも。あつもの方ありがとう。ティンさん、リンボスト、ありがとうございます。ありがとう。よいしょ、こんばんは。もう一問。疲れて寝るまで暴れる。そう、ブブさん。暴れるからめっちゃ。急に。思いっきりブリッジも見てみたいと言えば見てみたいけど、マクエスは1年くらい。あ、確かに、地毛に戻すには結構な時間かかるよ。今も地毛じゃない。染めてるから。
だって地毛だったら一回そのプリンの期間を我慢しなきゃいけない。できないよプリン。おもちゃ加えて走り回ってる。何してんの。こんばんはーだわん。にゃほん。なんか打とうかな。どこ行った。まだかトゥダじゃないの。私カズラじゃないよ。地毛ですよこれ。プリンプリンは嫌やな。プリンプリンってこと。お疲れ様です。お疲れ様。どうもこんばんは。よいしょ。うん。にゃほん。カラオケ。よいしょ。よいしょ。プリン。どうぞ。よかった、まず387人。そうそうさん。今月もありがとうございます。ありがとう。あ、ね、ありがとうございます。こんばんは。どうもよいしょ。オッケー。次元にも、あ、次元に戻すとき、そういうこと？え、そう。一回プリンを我慢しなきゃいけないからね。きついよ。何歌おうかな？何がいいと思う？てか、でも今日は何の虫？虫食べてないよ。食べるわけないだろ。PC カリカリしてたな今。おじさん、おじさんこっちを出てきて。あ、出てきた。どこ行っちゃった。こんばんは、どうも。根元が黒いプリンと白いプリンがあり、根元が白い黒いプリンと白いプリンがあり、カメだけどプリンね。こんばんは、どうも。美味しい美味しい。そんなわけないだろ。昨日コオロギ食べてた。絶対食べないよ。2度目の方ありがとう。こんばんは。どうも。千の風になってる。食べないよ。無理よ。ちょっともっと歌えそうなやつ。もっと歌えそうなやつ。こんばんは。どうも。やっほー。こんばんは。ファーストラブにする？いいよ。ファーストラブ。こんばんは、どうもー。こんばんは。ファーストラブね。青雲？青雲？じゃあファーストラブ。暗くなるから置いて。いいじゃん、この曲。よし。カヌレ？カヌレもいいね。後で入れるか。すぐ暴れる。今日ね、可愛かった。帰ってきてさ、あのリュック開けたらさ、走って部屋の中入ってた。とりあえずおばあちゃん、おばあちゃんはいいよ。とりあえずのおばあちゃんはいい。こんばんは、どうも。4人嫌い。みんな嫌いでしょ、動物。可愛い。やっぱりフーストラブ。ファーストファーストラブ。辛くてごめん。じゃあ次いってるか。何いるか。カヌレビンゴ。おばあちゃんはちょっといいから帰ってごめん。珍しくブリンバはランクインしてんの、うん、誰が歌ってるの。ファーストラブダッシュってこと。初恋ダッシュってことか。あ、じゃあ先に準備した。ヘッドホンつけなきゃ。あ、これは。あ、逆だ、これ。ん？あ、合ってるか。あ、そう、合ってた。よいしょ。BGM 切って。えい。ファーストラブ。お疲れ様です。お疲れ様。
ございました。歌ってくれてありがとう。こっちがそう。あ、こっちしちゃった。ありがとう。パチパチありがとうな。こんばんは、どうも。初見です。違うでしょ。よいしょ。はい、あるね。パチパチ、ありがとうございます。ありがとう。よいしょ。こんばんは、どうも。よかったもんじゃ390人、のぶさん、今月もありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。いいペースですね、よかったもんじゃ。いいペースだ。お、5位との差、1万ポイント切ってるわ。ありがとうございます。1万ポイント差切ってる。ありがとう。ありがとうね。よいしょ。こんばんは。夢を見ていた未来ね、パチパチ。夢を見ていた未来。死にしい方です、今日。コロンさん、レボスありがとうございます。ありがとう。こんばんは、どうも。よいしょ。キャラキャドさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。キーシーさんも、レボスさん、ありがとうございます。ありがとう。そういえば今日あれ来てた受信ボックスにさ、猫イベのやつもう来てた。なんかショールームの公式のイベントは来るのがだいたい2週間後とかな、2、3週間後。もうそういう時もあるけど。ぐらいなんだけど、こういうなんか、ショールーム公式のイベントじゃないさ。なんて言うて、猫イベとか。なんだろうな。和牛、この前の和牛とか安眠女子とかそういう系のイベント来るのが早いんだよね、割と。もう来てた今日。YouTube のやつまだ届かないね。あ、もう来てはメッセージは来てはいるんだけど、届くのはまだかな。そう、メッセージが来てたっていうだけ、猫のやつ今日。だから届いたってわけじゃない、そんな早く終わるよ。楽しみですね、届くの。あとも相当よろしく好きね。選曲渋い？嘘。いいじゃん、ヒッチコック。こんばんは、どうも。ドライハウス。あ、そうそう、受信ボックスにメッセージが届いてた。連絡してください、みたいな。イベントお疲れ様でした。連絡してください、みたいなメッセージが。こんばんは、どうも。あ、待って、気づいたら5位になってた。ありがとうございます。無事出たかな、今。現在のランキング5位になってる。ありがとうございます。ありがとう。一個ランクアップありがとうございます。ありがとうね。やったー。こんばんは、どうも。二度目の方ありがとう。どうも。なんつっておいしい。ありがとうございます。みんなのおかげを。こんばんは、どうも。幼稚園のもうブランケットより先に届く。確かに。ブランケット。まだですか。問い合わせちょっとめんどくさいよー。こんばんは、どうも。どうも、どうも。何歌おうかな。
ってごめん。何があったっけ、あとビンゴやるしか。何がいいかな。これは配信24時半前だから、あと1時間ないぐらいか。気をつけてないとね。しかカヌレにする。カヌレ先歌ってないの。カヌレ歌えるかしら。いいじゃん。カマワード、ブランケットっていつの。それでね、ブランケットはあの3月かな、3月の半田待ちですね。5ヶ月前。まだですかパンダさん。インサイさんファンレベル14、ありがとうございます。ありがとう。62キロ星完了、少ないよ。あと38お願いしますよ。カマワードも多分ね、忘れられてる。一回問い合わせしてんのよ。でもお団子、あの覚えてる、お団子ランキングみたいな、豪華なお団子みたいなんかさあったじゃん、キャンペーンで。そのパンダの後にお団子があって、お団子の方が先に来たから一回問い合わせたの、その時点で。これおかしくないと思って一回問い合わせて、あのいつ頃届きそうですかみたいな問い合わせしたら、その月の月末になんか発送予定ですみたいな確か来たのよ。で、あ、そうなんだって思ってたら来ない。待って、ちょっと2回目は勇気いるよ、問い合わせしなきゃね。またこんばんは。どこさ、自動で配信どうなんだろうね。え、切れるはずだよねこれ、配信自動で。2時間制限のイベントだもんね。なんかね、切れなかったけど、だから自分で切った。まあ一応自分で切るか。あ、そう、絶対忘れてる。そうだよね、切らなきゃ。こんばんは。どうも、パンダさんまだワイカート中。よくないな、パンダさん。こんばんは。どうも。よいしょ。えい、カヌレ久しぶりじゃない。4歳まできっちりカウントしてるの。わかんないよ、どんどん
こんばんは、どうも。メルキュールさん、ファンレベル18、ベビースターさん、ファンレベル23。ふてともありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。みんなパチパチありがとう。ベビースターさん、花火たくさんありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ああ、人気がしっかり聞こえるなと思って。ムーさんのなんかこう呼吸する音が聞こえると思ったら足元行ったわ、やっぱかわいい。パチパチありがとうね、みんな。ありがとうございます。こんばんは、どうも。やっほー、よいしょ。こんばんは、やっほー、うん、よいしょ。やっほん、こんばんは、やほん。笑顔がすぎる、ほんとに。ほんとにこんばんは。でも椅子の下ってフローに、椅子の下、なんかね、椅子の足のところにいつもいるの。いつもいる。椅子の足になんか前足をかけて座って寝てる。椅子の足のところに前足をなんかかけてね、なんか人間みたいに座ってる。タルタルさんはレベル12、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは、どう。時間で切れないよ。オーバーするとペナルティーもあるみたいだから。あ、そうなの、切れないんだ。みさん、なんかぶつけてみた、大丈夫。かわいい、ありがとうね。頭の方ありがとう。こんばんは。もう一回もう読んでみよう、このイベントページの詳細。初めてだからさ、今回。難しい。もう一回だよ。気をつけなきゃな、じゃあ。自分で切ったらいいのね。オッケー。何書いてあるかな？注意事項。わかんない、やっぱ文字書いてて。分かんない。いや、そう、ペナルティやばいよ。書いてない、書いてないけどあるってことなんだよね、きっと。うん、書いてる。注意事項に書いたの。いや、分かんない、ちょっと注意事項読むの大変すぎる。ルール、まあ確かに切れるとは書いてないけど、1日合計2時間まで。まあ自分で切るのが一番だね。とにかく時間超えてもそこで得たポイントは、あ、加算されないんだ。そうね、スタッフさんがビン出しに来るの、それはやばいぞ、気をつけないと。まあまあ、とも、あ、減点されるのね。ペナルティー坊主、それやばい、それやばい。それやばい。かまわんとも、初物の方ありがとう。ぴったりで切ってたりの、今までやってた？どういうこと？昨日？え、でも昨日数秒で多分超えたの。昨日ね、ちょっと待ってね、昨日の配信。あ、でも、なんか、超えちゃってるから分かりづらいか。昨日日付またいでるから。配信レポートだよね、昨日のやつ。いや、違うか。え？昨日は、いや、1回目の枠が1時間 3秒、次の枠が1時間42秒やってるから、まあ、45秒、1分ないぐらい。まあ今日ちゃんと気をつけて切れば大丈夫だ。ペンギンさん、200回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうございます。マッキーさん、ファンレベル14、ありがとうございます。ありがとう。予定終了時間30秒前からに配信切った方がないし、そんな早く？ただ大丈夫よ。今日ね、お昼配信も、ただ3秒オーバーぐらい。3秒オーバー。
あ、大丈夫。ニュータブ謝罪会見なんでよ、やだよ、やだよ。エキビデオ3時間ライブで自動で、ね、自動で切れちゃうの、自動で切れないんだ、難しいな。初見です。清楚系パジャマいいね。初見でもないでしょ、このパジャマじゃないし。自動で切れないの限定なんてトラップね。自動で切れろよ。周りが投げないやつよ。あ、確かに。そしたらいい。こんばんは、どうも。こんばんは、やっほー。たまたま。こんばんは、たまん。たまん。いいよ。あれ歌うかな。可愛くてごめん。さっき誰か言ってたよね。投票中ゲート投げれない。え、知ってるよ、投票中でしょ、知ってるよ。補足客覚えてて偉いんだよ。補足客みんなそんなないよ。よいしょ。こんばんは、どうも。可愛くてごめんよ。あら、プブが泣いてる。私が私のことを愛して、何が悪いの、嫉妬でしょうか、痛いだとか、変わってるとか、届きませんね、そのリプライ。大好きなお洋服、大好きなお化粧で、決まりのハーフツリー巻いてお出かけしよう、日傘持ってポーチなんて幸せだもん。チュ、可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん。チュ、あざとくてごめん、気になっちゃうよねごめん。チュ、可愛くてごめん、虫がいるかと思ったらブブの毛だった。びっくりした、一瞬焦った。虫かと思った、なんか全然違った。あなたはあなたのことだけどうぞ、私に干渉しないでください。類は友を呼ぶというけど届きませんね、その陰口。思い厚底ブーツ、お気に入りのリュックで崩せない前髪、くしで解いてお出かけしよう。軽い女、ふざけんな、重すぎるツノ。チュ、可愛くてごめん、この時代来てごめん。チュ、目立っててごめん、意識しちゃうよねごめん。チュ、可愛くてごめん、ざま。趣味の違い、変わり者とバカにされても負けたくもない。あんたらごとき悪さしてる。一番大切にしてあげたい、理不尽な我慢はさせたくない、それが私。ふかちゃんも増えてる。かわいくてごめん、生まれてきちゃってごめん。チュ、あざとくてごめん。人生楽しんでごめん。チュ、かわいくてごめん、努力しちゃっててごめん。チュ、尊くてごめん、女子力高くてごめん。ムカついちゃうよねざま。悪さしてるブブブさん。
とうございました。僕いたなかった。よいしょ、ありがとう。よいしょ。だってね、よかったむず。392人かな、全部で。さやたんさんと、さやたんさんとゆうたさん、二人ともありがとうございます。ありがとう。さやたんさんは今月もで、ゆうたさんは初めて、ありがとうございます。ありがとうね。二人ともありがとう。あ、ゾウの方ありがとう。こんばんは。フォローもありがとうございます。クプーさんファンレベル18、サルトさんもファンレベル18、ジェイクルテワオームさんファンレベル11、ありがとうございます。ありがとう、3人とも。ありがとうございます。パチパチありがとう。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様。ブーさんがね、すぐ突然しちゃうの。あ、ブーさん、そのとこよね。ファルスしてます。よかったもんです。393人。2番セカンド。田中広康さん。今月もありがとうございます。ありがとう。しっかり謝って。しっかり謝って。ん、いつもの方ありがとう。こんばんは。ワイもフォローした。一回外すなよ。きょうかちゃん、きょうかちゃんのいいところはおとなしいところ。なんだよ、それ。なんだよ、いいところ、おとなしいところって。なんだよ、それ。こんばんは、だもん。こんばんは、だもん。やっほー。よいしょ。こんばんは。本当にマーキングしなくなった。めっちゃ偉いよ、ブブさん。ブブさん、あ、ブブさん、あれ、ちょっと待って、ちょ、うわぁ、押すな押すな、キーボード。どうやって登ってきたの。あ、どうしたブブさん。なんか目濡れてるし、涙取ってないか、しっかり拭いてあげる。落ちた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 、すごい浮いてた。めっちゃキーボードなんか90って言ってる。やめてよ、ブブさん。こんばんは、だわ。大事だ、優しいんだから。腕に涙ついてた。こんばんは、だわ。気がついちゃったら、おぶぶさん。ダメでしょ、キーボードのちゃー。またそうです。ブブからのメッセージ。90って言ってた。キーボードに乗って、足で踏んでた。あ、なんかすごい。画面、かく、分割しちゃった。オッケー、戻せた。よいしょ。よいしょよいしょ。ワンワン、ダワン。画面が、変わっちゃった。カラオケ90で差が採点してくれたの。ブブ採点ですか。ダイイングメッセージ。じゃあブブ、おいでブブさん。心臓バックバックだよ、さっき暴れてたから。大丈夫、ブブさん。いやけど、疲れてる。疲れてるわ。ホマさん、100回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。いつもの方もありがとう。ブブさん、疲れちゃったんじゃないの。一回ここで休憩してよ。ブブさん、そんなに蹴る。暴れてるわ、ブブさん。初めて見た、あのさあ、なんだっけ、キャットタワーのここからブブが下に降りてるとこ初めて見た。一回この一個下にさ、なんかあるんだよ、濡れるところ。そこに経由してから降りるけど、ここから今日降りるけど、降りるの
降りるのここから。ミシンはキャットタウン乗りたそう。ミシン何も持ってないよ。カワワードカワドアンパンパン前髪なんか変だけど、クロンってなってるわ今日。100キャラ完了ありがとう、ありがとうございます。こんばんは、どうも。マブルシさんファンレベル14、ありがとうございます、ありがとう。こんばんは、どうも。よいしょ、ゴイトのさんもちょっとずつ縮まってきてる、ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。よいしょ、こんばんは。初見です、違うでしょ、違うよ。何言うと、何がいいと思う、何がいいと思う。あら、OK。ハマーさんファンレベル14、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね。ありがとうございます、こんばんは、どうも。2度目の方ありがとう、こんばんは。グミさん、そこ乗っちゃダメって言ってるじゃん、パソコンの上。降りて降りて、ダメだ、これダメだ、これ入っちゃう。ここに乗る、ちょっとダメだ。二度目の方ありがとう、こんばんは、どうも、どうもどうも、こんばんは。よいしょ、じゃあまた。はい、喜んで、はい、喜んで、あの、ギリギリダンスいったらでしょ、歌えないよ、あれ無理だよ、私には。涙、ついた腕拭いちゃった。こんばんは、チラッと、こんばんは、だわん。よいしょ、え、何しよう、ビンゴにするか、ビンゴあった気がする。ハイテンション、ハイテンション、かなり来る。グランツさん、リンボスターありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。ビンゴ、ローテンション、何ローテンション、低いテンション、何言ったっけ、あ、ビンゴか、ビンゴね。
後誰にも何も知らされずに、あなたのことを考えるたび息をするのも苦しくなってくる。教えて。ちょっとギフト結構長いちょっと。ありがとうございました。ありがとう。よいしょ。ちょっと長いちゃった結構。クランチさんも花火たくさんありがとうございます。ありがとう。パチパチありがとう。初物の方ありがとう。こんばんは。クランチさんファンレベル38。ありがとうございます。ありがとう。お疲れ様です。お疲れ様。初物の方ありがとう。こんばんは。やっほー。ぷるるぴょこぽこさん、ファンレベル18、ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。ようこそ水曜日。水曜日っちゃ。にまだいた。あ、最近イヤホンつけてないからわかんないや。痛いかどうかが。つけてみないとわかんない。ずっとヘッドホン。どうだろう。痛いのかな。痛くないような気もしてるけど。わかんない。一回つけてみないと。今度つけてみるわ。うん、イヤホン。わかんない。こんばんは。でもヤスさ、ネムネムなんじゃないの。書いたのに。せっかくさっき人ネムネムだな。昨日の分も書いたのに。初見さん、ハートのギフトありがとうございます。ありがとう。こんばんは。どうも、どうもどうも。こんばんは。よいしょ。うん、やっほー。よいしょ。ヘッドホン似合ってる。あ、ほんとに似合ってる。ヘッドホンさ、なんか机に、なんていうの、机に置いたときに邪魔。でかい。それがちょっとあれですね、なんていうの、でかいっていうの。こんばんは。どうも、どうもどうも。ちょっとでかいねと。こんばんは。やっほー。こんばんは。おじさん、ちょっと落ち着いたか。ガバラ回ってたな。ヘッドホン熱くない。熱くないよ。ヘッドホン、え、熱いヘッドホンって熱くなくない。あ、かけるやつ確かにあった方がいいかな。え、でもまあイヤホンつけれる
るんだってイヤホンでいいけど、ちょっと後でつけてみようかな。配信終わって、耳まだ痛いかどうかよくわかんないんだよね。痛くない気がするけど、どうなんだろう。そうね、スピーナさんファンレベル15、ありがとうございます。ありがとう、バイトで、ありがとう、こんばんは、どうも、よいしょ、どうもどうも、もう私も66万ポイントたくさんありがとうございます。ありがとう、アイドル、こんばんは、どうも。あと30分ぐらいなの、配信短いよ短い、1日2時間なの。みんなギフトたくさんありがとうね、ありがとうございますありがとう。どこの何しようかな。アリデオハート型ウリス、あの誰かのコメントで感想の時にセリフを書いてくれると助かる誰かセリフを書いてくれる。はい、表示されないから書いてほしいそんな急に思い出せないなんだっけってなっちゃうから毎回。あの誰か書いて、あのハート型ウイルスの感想のセリフすいません、ゲットは全て対象ですから。でゲット、あ、ゲット全部対象、分かってるよ。書くタイムなかなか恥ずかしい、確かにちょっとあれだもんな、ラグがあるから私に表示するの。初物の方ありがとう、こう書いといて、なんかこのぐらいかなって時に。弁当は毎日6時間ぐらい、そんなしてない、毎日6時間多すぎるよ、そんなにはしてない。たくさんしてる時は6時間とかしてる時もあったけど、そんなしてない、毎日6時間多いよそれは持ってんな、2時間半とか3時間とかそんぐらいだって6時間はしてない毎日対象ですかね、あ、対象、全部対象よ。イベントギフト、会社のギフト、特にこれっていうのないです。はじめはピンとこなかった、ちょっと面倒な気がしてた、聞かれることだけ黙ってうなずいた。いい人だと分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ、仲良くならないつもり。
か私あなたのことが好きみたい。早かった？ちょっとタイミングわかんない。合ってる？ユッキーさんの妹ありがとうございます。ありがとう。言ってた？ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう。以上。なんか、タイミングが違った気がした。わかんないよ。パチパチありがとう。初音の方ありがとう。こんばんは。どうも。ありがとうね、みんな。あの、感想のセリフを教えてくれて。助かるわ。助かるわ。ありがとう、ありがとう。バチバチありがとう、みんな。ありがとうございます。ありがとうね。ルッケさん、あ、ルケさん、ん、あ、タイじゃないか、大丈夫か。レインボースター、大丈夫ですか。6か、オッケーオッケー。待って待って、あんたがトイレの予防接種受け付けてよ。予防接種そんなものはないです。お、71万ポイント超えてる。ありがとうございます。すごい、めちゃあのポイント伸びてる。ありがとう。ありがとう。ミロイの方ありがとう。こんばんは。パチパチありがとうございます。ありがとう。対象じゃなかったら怖いです。どういうこと？あ、レボスター、レボスター対象よ。ポイントに入れます。ありがとうございます。たくさんありがとう。何してんの、レボスター。もうちょっとでもいいです。いい匂いだ。いい匂いだ、ボブさん。いいですね。いい匂いするね、ボブさん。猫の匂いだ。寝てる？もしかして。寝てるの、おぶさん。かわいいね、あなた。ちょちょちょ、待って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 。涙を拭かせる。涙を拭かせる。ちょちょちょ。拭かせて涙。早く涙、いろんなことにつけてもらう。涙ね、涙ね。涙ね。くれた？話せてな。あ、いいよ、言って。手涙、私の上につけていったよ。ふふさん、ちょっと二度目の方ありがとう。こんばんは。一番おすすめの猫吸いスポット、一番おすすめ、お腹よ、お腹。あの、猫が寝てるところに猫吸いしに行くの。めっちゃいい匂いするから。ジュンの方配信してない。このイベントね、2時間の制限があるからね。みんな、そう、2時間しかできないの。あと3回配信回数 3回までっていう制限があるんですよ。こんばんは、どもん。やほー。こんばんは、どもん。よいしょ。どもどもん。どもの毛な。口についてた。やばい、待って、手が毛だらけなんだけど。ブーさん抱っこしてほしい。最近ね、全然ブレッシングさせてくれないのよ。あんなに前まで荒らしてくれてたのに、たくさんブレッシング。最
席あんまさせてくれなくなっちゃったね。困るわ。ワルシングさせてくれないと毛がすごい。こんばんは、どうも。やっほー。2度目の方ありがとう。こんばんは。どうもよいしょ。ブーニャン、飲みに行きましょう。だよ、ブー、外出てちゃう。ブーちゃん、多分、もう外出るだけでストレス感じちゃう。口呼吸始めちゃうか。玄関に行くだけで。外出てないの。こんばんは、どうも。ブーちゃん、お家大好きですから。私と一緒で。私と一緒で、お家大好き。こんばんは。どうも。早いな、もう17分。もう少ししたら最後の歌じゃん。タートそっくり？センスよ。センス。似てる。そこだけは。うん。よし。聞いてくれない。私の話は基本聞いてくれないから。お家好きなのかわいい。私の分も家が一番。イラッシングするとあわれ、いやなんかね、どっか行っちゃう、逃げちゃう。それでも追っかけてやってたら威嚇されちゃうから。だから、あんまできてないのよね、最近。すごい気が抜けちゃう、だから。最初めっちゃ荒らしてくれてたのよ。もうなんかね、ブラッシングするだけでめっちゃゴロゴロ言って、なんか、すごい、なんか寝返りを打つってか、横になってて、なんていう、すごい、なんていう、気持ちよさそうにしてた。最近なんか、違うみたいな。難しい動作。かわわ、どう？こんばんは。どうも、たまん。猫はいいよ。いい匂いするし。いい匂いする。なんか、いいの匂い。肉球の匂いもいいし、おぶさん。もちもちだし、肉球。ね、ぶぶさん。あら、そんなことだった。こいちった。付随して変わったのかしら、うーさん。ああ、確かに。それはちょっと変わるな。ブラッシングはさせてくれないと。でも、去勢してから本当にマーキング一切しなくなった。本当にいい声です、ブブさん。出ました。あ、おはようございます。おはよう。おはようございます。起きてきた。おはよう。こんばんは、どうも。いい匂い、マーキングか？マーキングじゃない、違う違う。ブブの匂いが。いい匂い。でも本当に去勢してからさ、マーキング本当にしてない。出かけるときも、今日もちょっと買い物行ってきたんだけど、いろんなものをね、買いに行ったりしてきたんだけど、ブブさんね、してなかった、一切。いい子すぎる。やったけど、賃貸だから体も削られるのが怖い。私もちょっとやられてる。なんか修正するやつあるから、まあ、あれがいけるぐらいのやつだからまだいける。じゃあ S さんのちょっとお昼配信と昨日の配信のやつ読みますね。 S さんちょっと今日のお昼の分から前後しちゃうけど日付は。 S さんお昼の時一尺玉たわ、あっちね、一尺玉たわ、ありがとうございます。ありがとう。よいしょ、尺玉タワー、ありがとうございます。ありがとう。尺なんか R みたい。難しいな。尺玉タワー、ありがとう。あとレインボースタータワーも、あ、ちょっとクマちっちゃくなった。ありがとうございます。レインボースタータワー、ありがとう。お披露配信でありがとうございます。だん、ありがとう、ありがとうございます。あと2個ある。あと昨日の虹タワー、ありがとうございます。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。虹ですよね。ありがとうございます。ありがとう。え、ブーさん。あら、私の椅子のところ、かわいい。やっと、エンジェルクマタワー、昨日、ありがとうございます。エンジェルクマ、ありがとう。天使バージョン。最初に帰ったかも、このクマちゃん。こっち向いて、斜めってる。ありがとうございます。アンディカット。ありがとうね。ありがとうございます。エンジェルクマ。ありがとうね。ありがとうございます。ありがとう。なんか斜めってる。全部のクマこうなってる、もしかして。そんなことないか。これだけか。
なんか斜めってろ。ありがとうね、ありがとうございます。怖い動画についてる、怖いかと思った。え、どれが？これ違う、これ虹、これ虹と星でしょ。これが花火、ここに。そんな怖いや描きません、私は。おい、え、ヤスさん、どうした、え、ヤスさん着物、違う、浴衣浴衣、浴衣、クマタワー、たくさんありがとう、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうね、ありがとうございます。え、いいの、ありがとう、寝起きた花火美人クワ、ありがとう。え、ありがとう、おぼろいさん、リボスありがとうございます、ありがとう。え、ちょっと待って、ちょっと時間がさ、あれか、待ってね、先に歌った方がいいかな、先に歌って急いで書いた方がいいかな、そうするか。うん、一気に3位、ありがとうございます、ありがとう、ランクアップ、ありがとう、よかった、よかった、くまと、ありがとうございます、ありがとう。10連、やばすぎる、え、どうしたの、ありがとう。ちょっとあと時間あったら書く、時間なかったら書いて明日見せます。先に歌っちゃおう、ありがとう、あれちょ、やばすぎる。書かなくていいと書くよ。時間なかったら、無理そうだったら、ちょっと、明日見せますね。やばすぎる。ありがとう。あえたね。よいしょ。ちょっと最後の曲、歌うね。チートって言ってあんさもんて研究禁止で明らかもんて反則意識権このようなもんではないです無理ですそれ汚いってライバル口を揃えてライバル口を揃えてバグでバグで認めなぜってマジでこれをもう全部なめて Singing, bam, 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 bam
とう。ありがとうございました。よいしょ。よかった、ムズ増えてるね。395人。もう一つ2人増えてるね。ユッケさんとルッケさんとトシ君さん、2人ともありがとうございます。ありがとう。トシ君さんは今月もね、ルッケさんは4ヶ月ぶり。ありがとうございます。ありがとう。サトシさん100回目の本番ありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうございます。よいしょ。こんばんは。ルッケさんいっぱいミラボールくれてたね、確か。ありがとうございます。あとキーシーさん、エンジェルクマ、たくさんありがとう。よいしょ。ありがとうね。初音の方、二度目の方、ありがとう。こんばんは。ちょっと顔とか噛んじゃった。サトシさんファンレベル11、ありがとうございます。そうそう、ちょっとランキングを読むか。イコロさん、リンボースターありがとう。ありがとうございます。じゃあちょっと13位からランキング読みます。13位、アベシさん、ありがとうございます。12位、おぼろしさん、ありがとうございます。11位、ベビースターさん、ありがとうございます。10位、りょうさん、ありがとうございます。9位、あずささん、ありがとうございます。8位、じんとさん、ありがとうございます。7位、フロマンさん、ありがとうございます。6位、おうまさとまく015さん、ありがとうございます。5位、グランツさん、ありがとうございます。4位、ゴロウさん、ありがとうございます。3位、キッシーさん、ありがとうございます。2位、リョッケさん、ありがとうございます。そして1位がヤースさん、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。お、よかった、まず396人。アイスカフェアットマークリランチさん、3ヶ月ぶり。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。みんなありがとう。たくさんありがとうございました。あと1分ぐらいか。ちょっと明日書くね、ヤースさんの書いてみせます、夜配信の時に。ちょっと時間なさそうだ。でもたくさんありがとう。ありがとうね。明日の配信も今日と同じスケジュールでやります。12時半から30分と、何時だっけ ?23 時から1時間半。やります。今日と一緒です。ありがとう。今日もたくさん。100万ポイント超え。104万ポイント。ありがとうございます。たくさん。ありがとう。3位ありがとうございます。今日もたくさんありがとうございました。なんで明日はお昼12時半から30分、短めなので、明日も時間合えば見に来てください。そうそう、時間だな。じゃあまた明日の配信で。